今日は僕の一日のルーティンをご紹介したいと思います。これが僕の仕事の服です。レジェンズのレギンスを履いています。この日はですね、とても快晴だったので換気も兼ねて窓を開けてみようと思い、鍵を開けまして、よいしょ、すごい窓を見るととても快晴ですね。新宿のブルガリがよく見えました。最近ハマっているブルガリヨーグルトのいちご味です。これを完食に食べます。さあ、トレーニング前のご飯ですね。果汁グミとブラックスタンダー2つとホットコーヒー、これを食べて、はい、ジムに着きました。ゴールドジム、ノース東京さんですね。近くにあるおにぎり屋さんはいつもこのように行列をなしていますね。一度行ってみたいものです。はい、トレーニング終わりました。この日は胸のトレーニングでした。最近締めでスミスマシンのベンチプレスをすることにハマっておりまして、胸はですね、個人的にかなり課題の部位なので頑張っていきたいと思います。さあ、店舗について、この日はですね、ちょっと時間がなかったのでホットモットで、カツ丼を買いました。まあ、オフならではというご飯ですね。成城石井に置いてある右に映っている、そう、パラダイスティー、これはとても大好きです。はい、お仕事が終わりまして、ちょっと小腹が空いたので日高屋さんに行って、この期間限定のチゲ味噌ラーメンを食べました。はい、ここで僕がハマっているサウナですね。今日はウグイス谷さんにあります萩の湯、こちらに参りました。まあ、いつも上野だったり、あとはスカイツリーの押上だったりに行くんですけど、久々にこのウグイス谷にある萩の湯に行ってみました。はい、サカツ終わりました。サンセットしっかり行って、交感神経と副交感神経がもうバチバチですね。ふわーっと眠い感じになっているんですけども、もう一頑張り。はい、買い出しですね。萩の湯の近くにライフがありましたので、こちらでお買い物です。いやー、スーパーの中でも特にライフは一番好きなスーパーです。というのも、お刺身がこれ半額ですね。あとはちょっと僕最近やっぱりお酒をオフシーズンなので毎日たしなんでおりまして、あとはヨーグルトとブリブリジャム、これを購入しました。はい、最寄り駅に到着しました。有楽町駅から歩いて帰ります。撮ってると、この映ってる警察にちょっと怪しまりました。はい、では家に着きまして、はい、愛犬にご飯をやります。毎回ターンだったり、お手だったり、おかわりだったりをさせて、はい、お手ってね、ペロ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 、はい、お手、よくできました。よくできたので、はい、じゃあ食べてよしというところで、ご飯ね、どうぞって、はい、食べてよしと、はい、かわいいですね。疲れて帰って癒しです。さあ、じゃあ自分にもご飯をあげないとということで、カマチョカマチョですね。はい、購入したお刺身とパスタとね、はい、購入したビールで今日は夜ご飯でございます。お前はもうさっきご飯食べただろって言ってね、いつもご飯中にカマチョしてきますね。はい、12時半ですね。今日も一日お疲れ様でしたということで、僕の一日でした。ではまた。